26日には LL 地下広場でライブが行われました。カナダ出身の姫香さんは日本のアニメ好きが高じて来日、アニメソングのコンテストでグランプリを獲得したことをきっかけに昨年メジャーデビューを果たしました。2枚目のシングル果てなき道はアニメ手紙鉢のテーマソングにもなっている曲です。ライブ終了後、CD 購入者への特典として行われた握手会では、ファンから姫香さんへメッセージが送られるなど、会場は熱い雰囲気に包まれていました。握手会参加券をお持ちのお客様はいらっしゃいますでしょうか。こちら、列が途切れ次第、終了となります。ふれあいチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、姫香です。先月ニューシングル果てなき道をリリースしました。そして来年の春にはアルバムをリリースします。広島に、また来ますので応援よろしくお願いします。姫香でした。バイバイ。